オムズの構造メンテナンスのために、シャトルから取り外されるオムズスペースシャトル軌道制御システムは、スペースシャトルのオービタの軌道投入や軌道変更の際に用いられるロケットエンジンのシステムである。エアロジェット社によって設計及び製造された。スペースシャトルの背部の垂直尾翼の脇に2つ1組のパックになって取り付けられている。それぞれのパックには、 ハイパーゴリック推進剤を用いる RG-10 エンジンが収められている。このエンジンは、アポロ指令、機械船の構造を元にし、27KN の水力と313秒の非水力を持つ。100回のミッションで使うことができ、1000回の点火、累積で15時間の噴射が可能である。また、オムズ、r c s と呼ばれる、姿勢制御システム用のエンジンも積んでいる。 使用する燃料はモノミチルヒドラジンで、酸化剤は四酸化ニチッ素である。スペースシャトルはオムズを用いて、約秒速300メートルの軌道変換量を得るのに、十分な燃料を積んでいる。ミッションごとの飛行計画に応じて、オムズは軌道までの加速の補助としても用いられる。 http://www.astronautix.com コロンススララッッシシュュスラッシュエンジンスラッシュ ome.htm ありがとうございます。